さあこれより第2クォーターに入ります。攻守の方向を変わりまして、ジェイサーズ第2クォーターの相手陣21ヤードからセカンドダウン残り1ヤードで試合再開となります。ジェイサーズが一気にタッチダウンを狙うパスプレーを展開しました。ターゲットを探しながらクォーターバック中央に展開しました。ワイドレシーバー7番にいます。7番ブロードにこれを勝ちエンドゾーンに飛び込んでタッチダウン。ジェイサーズ6点獲得。ここでも活躍しましたのはチームキャプテンの堀でした。成功1点追加。トライエクシズジェイサーズ7点、ミソのスーパースタートの7点。第2クォーター開始早々試合が振り出しに戻りました。さあ沸き立ちますジェイサーズ応援団、この勢いをさらに生かさんとこれよりキックオフに挑みますジェイサーズ。しかしそのスーパースターズもここではひるまない。昨シーズンも決勝戦惜しくもこの優勝を逃しました。今度こそと挑んでいるこの決勝の地、このまま下がるとは思いません。さあジェイサーズのキックオフです。キッカーは10番の大久保。さあ磯のリターンに入った。右サイドライン際を駆け上がらんと先頭展開を図りましたが、20ヤードの距離でボールでとこの位置からの攻撃となります。試合再開。磯のスーパースターズリターナー16番花木俊介選手。リターナー16番は花木でした。約15ヤードのリターン。以下のスーパースターズ自陣18ヤードよりファーストダウン10。磯のスーパースターズ自陣18ヤードからファーストダウン10。さあまず中央のランプレーだが、ここはジェイサーズ95番が奮闘します。伊藤のスーパースターズランニングバック託しましたのはエースランニングバックの25番の宮部でしたが、これを倒しましたのはジェイサーズ95番の鳥越。鳥越拓磨選手によるタックル。ノーゲインとしましてセカンドダウンに変えます。伊藤のスーパースターズセカンドダウン。伊藤のスーパースターズセカンドダウン10。このプレーどうなった。パス不成功。パス不成功の判定です。パスインコンプリート。クォーターバックジャッジはプレッシャーをかいくぐりディープゾーンへパスを投じました。このパスジェイサーズ40番がキャッチしインターセプトに見えたかでしたが、しかしこのキャッチした際に着地した場所はフィールドの外、従いましてパス不成功の判定となります。次のダウンを行います。磯のサードダウンに変わります。磯のスーパースターズサードダウン。磯野スーパースターズサダウン10。さあこれトラブルが発生している。ターンオーバー。ここで磯野はランプレーを展開しようとしました。しかしここでボールをファンブル。ボールを落としまして、そのファンブルしたボールを押さえたのはそのジェイサーズ19番。従いましてここで攻守交代です。ターンオーバー。
ボールを持ち中央を攻撃権変わりました。トライアクシスジェスターズの攻撃と変わります。ボールを取ったのはトライアクシスジェスターズ。よって攻守交代。攻撃権はトライアクシスジェスターズに変わります。ファンブルに返しましたのはジェスターズ19番の伊藤。トライアクシスジェスターズ敵陣23ヤードよりファーストダウン10。さあジェイスターズ絶好の位置からのファーストダウン10。まずはランプレーから入ります。ダニバック43番に託しまして中央突破。ジェイスターズダニバック43番約3ヤードのゲインです。以上スーパースターズ44番ヘルメットオフです。ここで装具の不意がありましてレフリータイムアウトが入ります。キャリア43番ジェイスターズはから、さあまた地上戦の展開をするのでしょうか。ジェイスターズセカンドダウン。パス成功。パスだ。今度は中央に切れ込んだレシーバーへのパスを通しまして、ジェイスターズファーストダウン獲得です。1周点でパスを取りました。ワイドレシーバーは中央7番、2を取り返しまして攻撃権更新通しています。ジェイスターズファーストダウン。オフェンスチーム、ショートのためのタイムアウトです。見事パスキャッチしましたのはジェイスターズ17番の位置。トライアクシスジェイスターズゴール前8ヤードよりファースト2ゴール。これによりジェイスターズ相手陣8ヤードに入りましてファーストダウン2ゴールの状況に入ります。4回の攻撃のチャンスでタッチダウンを狙います。これをジェイスターズ一発のパスでタッチダウンとしました。ワイドレシーバー11番中央に切り込んだワイドレシーバー11番見事にこのパスを取りましてジェイスターズタッチダウン6対2獲得。キックは失敗、6点止まりです。キックは失敗です。トライアクシスジェイスターズ13点、磯野スーパースターズ7点、しかしジェイスターズ逆転になりました。1点を追加。見事逆転のタッチダウンを決めましたがトライアクシスジェイスターズ11番のヒルバ。かつて X1 でも活躍していましたエースレシーバー、ここでビッグネームレシーバーが素晴らしい活躍を見せました。さあ状況を覆しましたジェイスターズ、そのまま勢いに乗りこのまま主導権を確保するでしょうか。そのジェイスターズのキックオフで試合再開となります。これを取り返さんと磯野スーパースターズはリターナーに16番と22番を配置しました。16番は花木、22番は今井。そのリターンに入った。さあ抜けている。さあ飛び越えた。ナイスリターン。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。試合再開。しかしここでファールマーカー、フィールド上に審判団から黄色いウエストが落とされますと反則発生を意味します。果たしてどちらにあったでしょうか。オフサイキッチンチーム2番、ボールヘッドの起点より5ヤードのペナルティー。以上スーパースターズファーストキッキングチームの反則です。キッキングオフサイド、ボールを蹴り出す前にボールより前に選手が出ていたという反則です。反則の施行の選択肢ありますが、磯野ボールが止まりました時点から5ヤード進む形の反則を施行を
選びました。従いまして磯野相手陣49ヤードからの攻撃になります。5ヤードのペナルティです。磯野スーパースターズ相手陣49ヤードからファーストダウン10。さあ勢いを連加とする素晴らしいリターンがありましたが、これを利用して一気に追いつく形になるでしょうか。磯野スーパースターズ不成功、まずパスプレーの展開を図らんとしました。しかしターゲットは空いておらずパス不成功となっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。磯野スーパースターズ相手陣49ヤードからセカンドダウン10。ここはジェイスターズナイスです。ここで中央突破のランを図るとキャリア22番に託しました磯野。しかしそれを見計らってジェイスターズ77番見事なロスタック約2ヤードロスを奪いました。素晴らしい対応をしましてロスタックを決めましたのはジェイスターズ77番の北野。2ヤードのロス磯野スーパースターズサードダウン。磯野スーパースターズサードダウンクエルボールオン自陣49ヤード。パス不成功、パスインコンプリート。ここでクォーターバック18番プレッシャーをかわしてロングパスを投じようとしましたが、このパスショートしましてパス不成功となりました。フォースダウンに変わります。フォースダウン磯野スーパースターズフォースダウン12パンクフォーメーションを選択します。さあジェイサーズリターンに入るがここでトラブル発生。しかし自陣15ヤードスピンからの攻撃という形になります。フォースダウンの攻撃磯野スーパースターズパントを蹴り攻撃権を放棄。攻撃権はトライアクスクースースターズに変わります。さあしかし磯野は反撃をまず断ち切る形に成功しました。ジェイサーズトライアクスクースースターズ自陣16ヤードよりファーストダウン10。ジェスターズ自陣16ヤードからファーストダウン10。さあまずランから入りますが、しかしそのディフェンス踏ん張ります。何枠14番の突進をそのスーパースターズ43番がヒットになりました。このランプレー1ヤードロスに変えています。14番谷奥ユースク選手ジェスターズキャリア14番は谷奥タックルしました。43番は西脇総合選手のタックル1ヤード後ろへ下げています。クライアックスジェスターズセカンドダウン12セカンドダウンウィアル。抜けているナイスファーストトライアクスクエスターズワンスタウン。ここでクォーターバック13番ハンドオフから自ら1周間クロスに向けるように突破しまして一気に攻撃権更新を果たしています。ジェスターズファースト素晴らしい対応力で攻撃権更新を果たしました。クォーターバック13番は前田トライアクスクエスターズ自陣33ヤードよりファーストダウン10。ジェイサーズ自陣33ヤードからファーストダウン10。しかし磯野もディフェンス奮闘します。今度はランニング枠33番の突破力を加減としましたが
これは磯野79番と72番が対応しまして、ブランプノーゲインに変えています。その72番は山口、79番は北川、79番北川大輔選手によるタックル、ゲインを与えていません。チェスターズセカンドダウン10、ボールオンリー33ヤード。成功。ここでクォーターロック、プレイアクションからパスを通しました。ワイドリシーバー15番、これは15番タックル受けながら見事キャッチしまして、約7ヤードレーン。クラッチジェイサーズサードダウン、見事キャッチしましたのは15番の千賀、3ヤード。ジェスターズサーダウン3、ボールオン自陣40ヤード。さあクォーターバックの突破にかけました。しかしこれは磯野対応します。79番見事にこれを阻止しまして1ヤードのゲインにとどめています。フェアクシスジェスターズコーターバック13番前田豊選手の中央プレー、このランプレーをそのスーパースターズ79番見事に阻止しました。79番は北川大輔選手、1ヤードのゲインで止めています。ジェスターズフォースダウン2、パンプフォーメーション、ここでジェスターズ絶妙のパントを蹴り込みまして、その陣5ヤード付近での攻撃権交代という形になりました。13番前田義隆選手、アメリカンフットボールは基本的には陣地そのものは勝敗に全く関係がありません。アメリカンフットボールは点取り勝つ、点取り合戦です。しかし陣地は失敗した際、そしてそれぞれミスが生じた場合の失点加点を生みやすい状況のバロメーターになります。ボールの置いてある位置はそれぞれのチームの優劣を表す強弱を示すバロメーターとしてご覧ください。磯野自陣5ヤードからファーストダウン10、このプレーはどうだった。パスインターセプト、インターセプト、ターンオーバー。ここで磯野は苦しい状況からパスプレーを展開しました。投げ捨てるとしたパスでしたが、これを見逃さずジェイサーズ25番がインターセプト、見事攻撃権ダッシュ成功しまして、攻撃権はトライアップしてジェイサーズに変わります。素晴らしいインターセプトをしましたのはジェイサーズ25番の池田。前半戦終了まで残り4分34秒。ジェイサーズ相手陣16ヤードの絶好の位置からのファーストアンテ。さあここでクォーターバックが自らの総力で突破上がります。ハンドオフから左を向いて展開し、タックルを吸い抜けるように約9ヤードのゲインとしました。見事なランを見せましたがクォーターバック13番の前田。トライアクションジェイサーズセカンドダウン、ジェイサーズ相手陣6ヤードからセカンドダウン残り1ヤード。ジェスターズタッチダウン、ランニングバ
そしてランニングバックに立ちました。ハンドオフを託されましたランニングバック33番ディフェンスの裏を突くようにそのまま一気に水系に鬼エンドゾーンに駆け込んで立ちました。ジェスターズ6点追加となりました。そしてトライフォールポイントも見事決めまして、トライアクションジェスターズ20点そのスーパースターズ7点となりました。見事なランでタッチダウンを上げましたのはトライアクションジェスターズ33番の横田でした。キックをしたのは7番堀拓人選手。さあジェイスターズが着実に得点を重ねまして状況をさらに優位な格好に持っていっております。しかし磯のスーパースターズもそれにひるまない素晴らしいプレーが展開されております。まだ予断は許さないという状況が続いておりますが、試合時間前半残り3分42秒となっています。さあこの状況、このキックオフのシーン注目しましょう。トライアクシスジェイサーズのキックオフです。キッカーは18番の水野。このキックオフは外へ出ました。外へ出たことにより反則になります。キックオフのボールは外へ出してはいけません。先ほど得点を挙げました。キックオフの直接アウトバウンキッチンチーム、ドライブのペナルティーキックオフをやり直します。反則の施行法を様々にありますが、磯野ここは5ヤード下げての蹴り直しを選択させました。試合再開。しかしそのボールがサイドラインに出ましたのでキックオフのアウトオブバウンズという反則。トライアクシスジェスターズ5ヤード後ろに下がってキックオフをやり直します。ジェスターズ自陣30ヤードに下げられてのキックオフ。さあ磯野リターンに入った。果敢にリターン敢行しまして自陣30ヤード付近からのリターンを狙いましたが、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。キッキングチームの反則です。オフサイド。ボールを蹴る前に相手ボールの前に出る形になりました。反則の施行方法は先ほど同様に5ヤード下げる形も可能です。あるいは止まった地点から5ヤード進んだ位置での施行という形も可能です。あるいは30ヤードの罰則としまして、自陣40ヤードからの攻撃という形を選ぶことも可能ですが、果たして磯野はどの形を選択するでしょうか。キッキングチーム27番ランエンドの視点から5ヤードのペナルティー。磯野スーパースターズファーストダウン。磯野はボールが止まりました視点から5ヤード罰則をする形で施行させました。従いまして自陣36ヤードからの攻撃に磯野変わります。オフサイドの反則。キックオフ時にボールより前に出ていたという反則で、さあ自陣36ヤードからの攻撃を選択しました。磯野スーパースターズファーストダウン10。さあ今度は左に展開していました。ワイドレシーバー15番へのショートパスを展開しました。そこからキャッチアウトしました。15番約4ヤードのゲイン。4ヤードのゲイン。
キャッチアンドランしましたのは磯のスーパースターズ15番の伊藤。磯のスーパースターズ自陣40ヤードからセカンドダウン6。返していくらどうなるか、ターンオーバー。ここで1点続けました。そのパスプレーを取りましたのはジェイスターズ25番。さあしかしここでホイッスルが鳴っている。磯野スーパースターズのボールをキャッチしたのはプレーは成立しています。インターセプトによる攻守交代です。ターンオーバー。石田亮太選手、ここでコースインターセプトを決めましたのはジェイスターズ25番の池田。本日2本目のインターセプトです。トライアクシスジェイスターズ敵陣49ヤードよりファーストオンテン。さあジェイスターズ再び攻撃権を得ました。相手陣49ヤードからファーストオンテン。さあパスが通った。タックル受けましたが約7ヤードのゲインを果たしています。クラシックセクーターバック8番マニュアル攻撃選手からワイドレシーバー10番のオープン。パスを通しましたがクォーターバック8番のマニュアルでした。7ヤードのゲイン。クラシックセクーターズセカンドダウン。ジェスターズセカンドダウン3。ボールオン相手陣42ヤード。パスが行こう。ナイスキャッチ。ファースター。今度は中央短い位置にワイドレシーバー12番を投入させ、そこに確実なパスを通しまして攻撃権更新です。ジェイスターズファースター。タックル受けましたが見事にキャッチを果たしました。ジェイスターズ12番は小田。トライアクシスジェイスターズ敵陣35ヤードよりファーストオンテン。ジェイスターズ相手陣35ヤードからファーストオンテン。このパスは不成功。パス不成功です。左に展開したワイドレシーバー3番ノーマークになっておりましたが、しかしパスをキャッチできませんでした。パス不成功となりましてセカンドダウンに変わります。トライアクシスジェスターズセカンドダウンでした。セカンドダウン10。ボールオン相手陣35ヤード。パスが失敗したので時計が止まっています。前半戦終了まで残り1分22秒。クォーターバック8番ターゲットを探しましたが空いている選手がおらずスクランブルに変えました。しかし判断よく2ヤードのゲインとしています。2ヤードのゲイン。外へ出ましたので時計は止まっています。ファースター獲得まで残り8ヤード。ジェスターズサーダン8。ボールオン相手陣33ヤード。パス不成功。クォーターバック8番右に流れてターゲットを探しましたがプレッシャーありましてパスを投げ捨てました。攻撃を一つ放棄した形になるのでフォースダウンに変わります。トライアクシスジェイスターズフォースダウン。ジェスターズフォースダウン8。パントフォーメーションを選択します。
このパントはサイドラインを磯野陣10ヤード付近で割りまして、この位置で攻守交代となります。ここで攻守交代、攻撃権は磯野スーパースターズに変わります。前半戦終了まで残り59秒、前半戦残り1分を切っております。残り59秒でそのスーパースターズの攻撃に変わりました。磯野スーパースターズ自陣11ヤードより11ヤードからファーストダウン10。パス不成功です。パスインコンプリート。ここでロングパスを投じました。そのスーパースターズ、しかしこれはディフェンスにカバーされており、パス不成功となりました。セカンドダウン、そのスーパースターズセカンドダウンテ、インターセプト、ターンオーバー。ここで再びロングパスを投じんだクォーターバック、ジャージは身構えましたが、プレッシャーからパスをコントロールミス、失速したパスは磯野スーパースターズ45番がインターセプトしまして、攻守交代です。ターンオーバー。前半終了間際において再び攻守交代となりました。見事インターセプトしましたのはジェイスターズ45番の宮田。ジェイスターズファーストダウン10。パス不成功。ここで中央に切れ込んだレシーバーベルトのパスでしたが、このパスはショートしましてパス不成功。セカンドダウンに変わります。セカンドダウン、ジェスターズセカンドダウン10。ボールオン相手陣23ヤード。前半残り時間は37秒。パス成功。攻撃権更新。ファースト。パス成功。トライアップで右に展開して中へ切れ込んだ。このレシーバー7番にパスを通しまして攻撃権更新です。トライアップです。ジェスターズファースト。トライアップジェイサーズ。ここでトライアップシスジェイサーズ、前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。前半1回目のタイムアウトの予定です。ここで作戦を練りましたね。アメリカンフットボールではここでタイムアウトを取りました。各チーム3回ずつタイムアウトを要求することができます。さあその前半において凄まじい攻防を見せておりました両雄ですが、ほんのわずかに生じておりますほころびをジェイスターズディフェンス陣見事にボールを奪取し続けることによりまして有利な状況を作りまし、ゆっくり現時点3本のタッチダウンを奪っております。そして残り時間28秒の状況でタイムアウトですが、さらなる加点を狙わんとこの状況に挑みます。タイムアウトを解けまして試合再開となります。ジェイサーズ相手陣2ヤードからファーストアンドゥーゴー。ゴータッチアーン。
タッチダウン。ここで託したのはエースの堀田下、右に展開させまして、そこへピンポイントのパス、これを見事にキャッチしまして、トライオックスジェスターズ6点追加となりました。トライフォーポイントに入ります。トライアクシーズでした。トライアクシーズレイカーズ27点、そのスーパースターズ7点となりました。前半戦終了まで残り20秒。さあ勢いづきます。ジェイサーズこのままその勢いに乗りまして前半戦終了を迎えんとキックオフに挑みます。さあ磯野はこの残り20秒でその感激をつくことができるでしょうか。さあスクイブキック、ゴロキックを展開します。そのリターンに入った。スイップしましたが、しかし自陣30ヤード付近からの攻撃を得ています。先ほど得点を挙げましたトライアクスジェイサーズのキックオフで試合再開。磯野スーパースターズリターナー22番今井信也選手。リターナーは22番の今井でした。約10ヤードのリターン。磯野スーパースターズ自陣30ヤードよりファーストアウト。前半残り時間15秒、磯野スーパースターズファーストアンテ。さあトラブルが発生している。さあこの判定どうなるでしょうか。レベルに対ますプレーの結果を確認します。先ほどのプレーが果たしてどのような形になったか、現在審判団が集まりまして競技が始まります。ソライマフィールド内はレフリータイムアウト中です。ただいまのプレーの結果はファンブルです。ファンブルボールをトライアクスジェイスターズがリカバーしました。トライアクスジェイスターズファーストアンターンオーバー。ここで攻守交代。この攻撃の際にファンブルを発生しました。ーーそしてそれを抑えましたジェイスターズ。従いましてジェイスターズの攻撃に変わります。前半残り5秒でジェイスターズ相手陣29ヤードからの攻撃に入ります。トライアクシスジェイスターズ敵陣24ヤードよりファーストダウン10。失礼しました、相手陣24ヤードの位置です。前半終了まで残り5秒。さあジェイサーズこの5秒で果たしてどのような展開するでしょう。プレーを展開します。相手陣24ヤードからジェイサーズファーストアウト。パス不成功。ここでヘルメリーパス、レシーバーの競り合いにかける。文字通り女神に向けてのパスを投じました。しかしこのパスは磯野の封じ込み、このパス失敗に終わっています。ここで前半の時間がなくなりました。ここで前半終了。 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催第69回西日本社会人アメリカンフットボール選手権大会グリーンボールジュニアトーナメント決勝戦、トライアクスジェイスターズ対磯野スーパースターズ。前半戦終了となりました。前半終了しまして、ただいまの得点27対7でトライアクスジェイスターズのリードです。ハーフタイムは10分間です。素晴らしい攻防が続けられました。さあ、そうともこのハーフタイムでその打開点見出すことができるでしょうか。
ここで一旦両チーム作戦タイムに入ります。